はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ビストです。今回はシャドーバースの方やっていきます。はい、で、今回のシャドーバースなんですけども、はい、進化ロイヤル、ローテーションの進化ロイヤルで、このアレアシカさん入れたデッキです。はい、まあ予想してたっていうか、まあ、実際予想したよね、僕ね。生放送で言ったか覚えてないけど、イルミスナだっけ、なんだっけ、初代のあ、入ってるね、エルネスタが出た時点で他2人の兄弟が来てないなってなったから、これアディショナルで追加来るんじゃないってどっかで言った気がします。はい、でこのアレスカさんね、能力によって受けるダメージはゼロになる。つまり、マジックミサイルとかのダメージはゼロになるのかな、確か。うん、で、兵士フォロワーが出た時、エンハンスポイント、進化権を消費せずに進化できる。同じ4コストでリーシャっていうのがいたんですけども、リーシャの場合は兵士フォロワーが出たら勝手に進化、アレスカの場合は進化権を使わないといけないけど使ったことにならない、勝手に進化してくれないって感じですね。で、ターミナルウェポンね、はい、ファンファーレ、相手のフォロワー2体を破壊し、ラストワードで相手のリーダーに4ダメージ。こいつをエルネスタ、違う、アルヤスカは進化時ね、自分が進化して自分のフォロワーじゃないリーダーが進化していた回数分マイナスするってことで、進化軸と相性がいいで、まあ、今回の戦い方っていうか、このデッキは一応猛虎2枚で、まあ、3枚入れたらちょっといらなくなるんで、猛虎でアルヤスカから手に入ったターミナルウェポンを走らせるっていう手段もできます。もちろん10ターン目にね、ゼルガネイヤが直接召喚からの猛虎で走ってってこともできるんですけど、普通にねいけるんですよ。でまあめったにないけど、この黒ヒョウの偵察でもね、エンハンス恥で使ったら7回復するんで、こいつも走らせたりすることができます、猛虎で。でしのぎ王子で耐えれるようにしておりますデッキです。はい、ということで、まあ、うん、回復要素が欲しいってことで、シズルお姉ちゃん、ゼルガネイヤって感じです。はい、今回はこの 生放送じゃないね、リプレイの方はね見ていきたいと思います。1試合目は、まあ、完璧におまけ、2試合目が本編です。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブーミヒトチャンネル。はい、本編の2試合目です。見ていきたいと思います。お相手さんはエルフでした。リノセウスじゃなかったら勝てるみたいだね、まあ、リノセウスにとことん苦しめられたんでリノセウスが怖いんですが、はい、最初ですね、アレアスカはいらない、ピンデス侍もいいかということで返したところ、お姉ちゃん、まあお姉ちゃん悪くないんじゃないといったところ、高校引いてるからね。1ターン目動きはなし、僕も1ターン目動きません。おやつさんの2ターン目動きがない、おやおやと。ここはシールドフォーメーション、重厚なる盾を見よ、ゴブリンスカラム、うわ進化軸だーってなりましたね。でここ影光引けたので影光さん使っていきます。ここねゴブリン残してもまあ良かったです。とりあえず顔にダメージが来ないようにのことを優先したんですかね、確か。フェアリーアサルト強いよなぁ、うん、戦場よ懐かしき故郷よ。でここはシズルお姉ちゃん使います。ダメージ受けてないって言ったら受けてないんですけど、ここら辺考えると除去しててよかったって感じですかね。そして影光で取る、体力の回復。さあこの場面ひっくり返せねえだろうと思ったらエルフクイーン強いですね。進化時能力、手札の数だけダメージ、そして2点僕の顔へ飛んでくる。どうしようかなと思ったら、はい、エミリアとゲルトのコンボができるってことで、ここはエミリアドロー、影光さん進化します。フェアリーアサルトとゴブリンスクラムが入ってる時点で進化軸なんで、できるだけ顔へのダメージを控えつつ、先行引かれてるから9ターン目までにはこっちが蹴りをつけないとやられる可能性が高い。お相手さんまたしてもエルフクイーン、手札が7枚なので強いな。これははい、アレアスカが引けました。オネストシーフ連携7発動するってことで、
オネストシーフ、スパーン、そしてアルヤスカもお得進化。はい、もともと8コストのターミナルウェポンなんですけど、5回進化しているということで3コストまで下がりました。本当はあと1回進化させておけばね、もっとコスト下げれたんですが。おやつさん、3枚目のエルフクイーン、トアなる輝きエリンですね。これアディショナルで追加された。あー、さあ進化権を回復しエリンを進化。アルヤスカさんがさようならで、ここね、はい、またしてもアルヤスカが引けました。今 7PP ですね。で進化は今5回してるから5減ってターミナルポンが3コストになった。だったら影光くん、これ当たってアルヤスカを進化で、アルヤスカさんお得進化プラスマイナス6コストで2コストのターミナルウェポン、強いですね。フェアリーアサルト、まあ疾走持ってないからまだマシ。シナは確かに影光くん登場。はい、次ゼウスが飛んでくることはないけど死ぬわけにはいかないってことで、しのぎ王子最後の進化権を使いまして、影光くんで取る。守護裏に隠れた影光くん進化は8回なので、しのぎ王子が死んだら9球になる。プライマルギガント進化、癒しの波動、進化権も回復。コロスケ手札を8枚に、対空射撃カラドボルグ3点与えてからのエルフクイーン進化。まあさすがにね、影光くんはさようなら。おやつさんここ取らない方が良かったかな。はい、救急。おやつさんさっきのね無視してたら生き残れましたね。はい、ここねターミナルポン2コスト、2コス66ファンファーレの効果発動しないですけどね。で、はい、猛虎発動します。21点ということで、うん、こういう戦い方が新しい進化ロイヤルなんだろうな。はい、ということで見ていったんですけど、まあツイッターで見たデッキを参考にこれいらなくねとかいろいろと考えた結果が今のところ現時点でこれです。黒ひょうの偵察者は2コストでも使えるし、エンハンス8で使ったら実質1コストで5-5並べつつ、しのぎ王子とかも一緒にくっつけられたりできるということで、やっぱこれしのぎ王子が入ってるって、あのゼウスが入ってた時の名残なんですけど、10ターン目まで耐えるっていう点で言うと、やっぱあの ゼウスとか関係なくしのぎ王子は強いんじゃないかなと。たまにね、攻撃力最大のフォロワーをなあの消滅させるとか、あとはなんだっけ、ネメシスの2コストのとんでもねえ強いカードね、効果を失わせるみたいな、自分以外のカードの効果を失わせるみたいなカードがものすごい弱いですけど、普通に守護っていう面では強いですし、アルヤスカさんも、まあ、ゼロコストに加えられなかったとしても、このターミナルウェポン辛いですからね、強いですからね。はい、まあアルヤスカはこれオネストシーフと一緒に使うとリーシャ、昔のリーシャとほんと同じ使い方ができるんで強いです。下手するとリーシャより強いかも、まあ、フォロワーが出ないっていう点では、ナノが出ないっていう点ではあれですが、なかなか強く面白いデッキだなと思いました。皆さんぜひ使ってみてください。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな、でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。